どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。いや頑張っていきたいんですけれども、チェックパンチチェックパンチチョパンチチェックパンチチェックパンチチョパンチ。いやどうしたんですか。いや自分のことを格ゲーみたいにコントロールできるようになったら、仕事場で上司に怒られた時にぶっ飛ばせるかなと思いまして。いやそういう時は話し合いで解決しなさいよ。いやでも上司に怒られた時にぶっ飛ばすシミュレーションしてきたんで、ちょっと見てもらってもいいですか。はい、わかりました。じゃあなんか見てればいいんですね。じゃあちょっとやってくださいよ。どうも課長です。太郎くん、どういうことだ。君超も遅刻じゃないか。これで君遅刻記録30日連続達成だぞ。そんな社員他にいない。もう君はクビにするしかないな。あーうるせえな。よしこんな時はチェックパンチ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 、波動拳 KO。 やったね。いや波動拳を打たないで謝りなさい。明らかに30日連続遅刻記録達成したお前の方が悪いんだから、もうそれは謝ってくださいよ。どうも部長です。太郎くん聞いたよ。君、課長を波動拳でぶっ飛ばしたらしいね。そんなことをしたらダメじゃないか。波動拳 KO。 どうも、セムです。太郎くん聞いたよ。君、部長を波動拳でぶっ飛ばしたらしいね。そんなことをしたら波動拳 KO。 どうも、社長です。太郎くん、君、聞いたよ。波動拳 KO。 あれ、この会社社長とか役員とか全然いなくなっちゃった。ということは明日から僕が社長ですか。どうも皆様、明日から社長に就任させていただきますサンフランシスコ太郎と申します。よろしくお願いいたします。いやなるかいても。しかもお前みたいな思想のやつが波動拳打ったらマジで危ないから、もう波動拳打つのやめてくださいよ。わかりましたよ。じゃあもう波動拳ぶっ放すのは諦めます。わかってくれましたか。はい、波動拳ぶっ放すの諦めてカメハメハぶっ放す練習いたします。いやそれもやめて、もうええわ。どうも明日。